どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さてスニーカーとですね、雨の日は雨用のスニーカーがありますよという方も、そうではない方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。ということで前置きの方はですね、いつも通り置いといて、早速今日お出しするもの、ご紹介するものをお出ししていきたいと思います。では早速いきますね。本日ご紹介するのはこちら、じゃん、はい、エアジョーダン3カーディナルレッド。本日はこちらをですねご紹介させていただきたいと思います。さてエアジョーダン3のカーディナルレッド、早速ですねスニーカーの方お出ししていきたいと思います。本日ご紹介するカーディナルレッドはこちらになります。じゃん、はい、こちらですね、ヤジョナ3カーディナルレッド。いや、かっこいいですね。白を基調に、アッパー基調にしたスニーカーって、あんまり持っていない気がするんですけど、めちゃめちゃ良色です。はい、もともとですねこちらエアジョーダン7の、カーディナルレッドのカラーを、3に落とし込んだものになっているんですけれども、3らしくつま先、あとヒールの方でもですねエレファント柄が落とし込まれていて、でシューターのところのジャンプのロゴはついてるんですけど、こちらは、金色というか、はい、明るい黄色な感じの、カラーになっています。で全体的にカーディナルレッドではあるんですけれども、どちらかというとボルドーとかワインレッド、暗めの赤の色になっていますね。でビビッドな赤じゃない分、ちょっとシックな感じになっていますね。中の、インソール、こちらも、ジャンプワンロゴは白で、中は、ワインレッドの色になっています。ただそうですね、後ろの方もですね、こうか、はい、どちらかというとワインレッドに近い感じになっていますね。で、アッパー全体はホワイトレザーなので、ちょっと汚れがついたら目立ってしまうかなと思うんですけれども、マットガードもね結構白でしっかりしている感じになっています。で、シューターのところがちょっと金色の感じだったんですけれども、あとあれですね、シューレスホールのところも先端のところはもう黄色になっている感じになっています。だから結構3色でまとまってますよね。なので紐をですねちょっとグレーとかに変えてもまあいけるかなと。ヤンさんはちょっとこのまま、白で行かせていただきたいと思います。で、ヤンさん毎歳で買っているんですけれども、ですねちょっとヤンさん自身ここですね、足の甲の幅がちょっとあるので、この辺がちょっとちょっとねっていう感じではあるんですけれども、なんていうんだろうな、毎歳でも全然問題ないですね。この辺も履いてたらそのうちちょっとヒュルヒュになるかなと思っているので、全然毎歳でも問題ないですね。痛くなる感じも、履いている感じそんなにないかなとは思うので、ちょっとその方によってくるので、この辺は確実にこうですとは言い切れることはないんですけれども、はい、カーディナルレッドすごく毎歳でも十分だと思いますので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日はこちら、エアジョーダン3ナイキスニーカー、エアジョーダン3レトロカーディナルレッド、こちらを本日はご紹介させていただきました。はい、ということでですね、本日はこちら、ナイキスニーカーエアジョーダン3レッドのカーディナルレッド、本日はこちらをご紹介させていただいたわけなんですが、いや、めちゃめちゃかっこいい色ですよね。白と赤って結構合いますよね。黒赤もめちゃめちゃかっこいいんですけど、白赤も最高にかっこいいかなと思います。で、最初にも言った通り、ビビッドな赤の色じゃないので、その辺のちょっと落ち着いた感じの色合いはすごくかっこいいかなと思います。で、こちらですね、今ナイキの方ではナイキ .com スニーカーストでは取り扱いがなくて、スニダンの方ではある感じになっています。すいません、ヤンさんが見た中ではになってしまいます。アトモスだったり、あと ABC とかだとちょっとあるかもしれないですけど、ヤンさんが見た限りでは、ないかなと、スニダンだけかなと思います。で、スニダンの方ででもですね、定価24,200円だったかななんですけれども、ちょっと値段
上がっているかなという感じはあります。ただまあサイズによっても違いますし、その時によっての取引価格によっても変わってくるので、ちょっと何とも言えないところなんですけれども、まあ定価ぐらいの値段で買えるので、ぜひ気になった方、ちょっとお高いですよね、手出しにくいところもあるんですけれども、もしよろしければ手にしてみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちら、ナイキスニーカーエアジョーダン3レトロカーディナルレト、本日はこちらをご紹介させていただきました。本日のお相手はヤンさんでした。それでは皆様と次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。